はい、どうも、オクポンでございます。えっ、ー、とですね、BTC の価格が24時間対比でこれだけ下がってまして、2.5%以上下がってましたね、えー,ー、あら、イーサリアム2に返り咲きましたね、自家総額ね。で、まぁ、あ、10%下げの、まあリップルがなんとも13.6%下げてるので、まあまあそのためでしょう。えー、で、ほいで、えーっと、こいつね、 えー、EOS の下げも激しいし、ステラあ、ステラおばさんのね、下げも激しいですね。9.53。ありゃ、USD は、まあ、こいつはね、今、あれよ、ドル円なんか113円とか言ってますからね。えー、すんごいですよ、これ。うまいこと噛めた方はいるのかなうーん、まい人はね、FX も、アバリン長で儲けてるんでしょうけど、 まあ FX やってもね、仮想通貨暗号通貨やっても、株やってもね、やっぱりなかなかどうしてっていうところは本当にえ突き抜けるのにはまだまだね、もんでもんでですよ。本当に。人生もんでもんでですよ。本当、おしんこみたいになってね、ようやく芽が出るのかなっていうところなんですけども。 えっと、仮想通貨ビットコイン、売買代金が、同一取引上を上回る、当初、迫り、迫る日来るか。当初なんかね、今日ね、えっ、ー、と、10時の時点で、10時だよね。10、うん、10時の時点、間違ってなければ10時の時点で、1兆円超えてたっていうね、売買代金。なかなかないですよ。2.、ま、3兆円いけばね、えー、それは超、 おでき出来高いっす。でき高できてますっていう、超でき高高いっすっていうことになりますから、1時間で1兆円の売買代金、うん、確かね、えー、そんなこと、で、建てるなんかね、えー、連日の5日ストップ安からの、おそっから今日ストップ高で、貼り付けで終わったんじゃないかな、15時。ちょっと見てないんだけど、立てるが復活したりと思ったら、駿河もね、 ストップ安ずるズル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 下下がってて、金曜日だったかな。あストップ高になったんだけども、今日なんかね、また叩かれてて、まあ、なかなか難しいですよ、株もね。うん、そんなことをやってますよね。皆様はね。で、私なんかは、あ本当に、まあ、一本、二本前かな、お話をした通りで、買う銘柄を間違ってるとかね。いやいやいや、まあ、何やってんだってかな、本当にね。 株芸人かっちいう話でね、本当に全くっていう感じで、まあ、仮想通貨、暗号通貨をやってる方が、あよっぽどね、えー、いいんじゃないかなと。でも、暗号通貨の方はボラが高いしね、どうすりゃいいのっていうね、またおしんこの話になっちゃうんで、ここから先いきますよ。あの、売買代金がね、タケスっていうところから、投資を迫り、迫る日来るかっていうね、えー、とこで、仮想通貨 BTC の えー、月間売買代金がドイツ最大の取引証券取引所における月間売買代金より多いことが分かった。弱気相場が長引く仮想通貨の世界だが、トレーダーたちはまだまだ眠らないようだ。はい、時価総額ベースで、第2位の仮想通貨イーサリアムの月間売買代金は、オーストラリア取引所、株の取引所ですね、えー、同水準、ベイドルと連動する。 ステーブルコインのテザー、これ、あの、テザーですね。USDT のね、月間売買代金はスイス証券取引所を上回ったと。もう国によってはね、上回ってる。株をよりね、仮想通貨の方が上回ってるっていう国も各国出てきてるところでございます。仮想通貨情報サイト、コインマーケットキャップによると、この1ヶ月における仮想通貨市場全体の 月間売買代金は43.6兆円に記録。これはロンドン証券取引所とドイツ取引所における株式の月間売買代金を合わせた40.5兆円を上回る数字だった。2カ国ですよ、ロンドンとドイツの1ヶ月分ね、で仮想通貨あの月間ですよね、1ヶ月分がもう。 2カ国分の通貨が上回ったっていうね、すごい話ですよね。えー、米株式市場には及ばないが、将来的には東証の月間売買代金60兆円に迫る勢い。まあ、だから、あ先ほどね、1時間で1兆円って言いましたけども、大体1日に2.5兆円、まあまあ、土日祝日休みなんで、そうすると、 2.5兆円から、まあ3兆円。まあ3兆円はなかなかいかないんだけど、3兆円だとすると、お3、うんと、十うん三、三兆円だとすると、20日で60兆円ですから、だいたい3兆円ぐらいなのかな、平均で見たら。まあ、上社ありますよ。それが1時間でね、1兆円いったんです。えー、昨日か、25日はね。とんでもないでしょ 24時間眠らない仮想通貨市場。株式の売買代金を抜く日も遠くないかもしれない、まあ。本当だよね。こちらね、記事の方はコインテレグラフの記事を引用させていただいてます。非常にね、また明るいニュースでございますよ。で、私といえばですね、今 BTC とリップル、レバレッジを調子に乗ってかけましたらですね、あもうね、なくなっちゃうんじゃないかっていう勢いなんですよ、今。 もう、今、ちょっとね、えー、上の方に行ってんのかなどっちなのかななんですけども、いやいや、もうね、4万6千円、貴重なね、えー、私の4万6千円が、うわ、これ下がってる、やっぱり。あららららら。あね、1日で見たら、あら、下がってる、これ。こんな感じでございますよ。で、私が貼ったのは、どの辺だったかな いやー、この辺じゃなかったかな多分、6600ドル台で張ってるから、そっから200ドル下がってて、そこレバレッジ入れてますから、あーで、ロングなんで、上がる方にかけてますからね。それがね、なんとなんと消えそうですよ。やばいよ。どうしよう。どうしようもないよ。BTC をね、買って、えー、そっち取引所に投げないとお、これなくなっちゃうかもしれないですね。うん。 近々、明日、明後日ぐらいね、このまま下げるようだったら。で、4万5千なくなりますよ。電子のね。でも、上がる方に貼っとけばいいんじゃねっかなと思ってるんで、これちょっとね、へそくり出動させるか、あー、しかないのかな。まだ下がんのかな。きついよね、この、いや、この下げきついわ。いや、きついよ、これ。 これうまい方はね、ちゃんとショートで取れてますから、この200ドル。えー、いやー、まあ、これがね、まあ、私流ですよ。いつもね、だいたいこんなもん、えー、でございます。本当にね、えー、効果音入ればチーンとかね、そういう音,音が入るんでしょうけど、いやー、ほんときつい。この下げね。現物で持ってれば問題ないんだよね。はい。 でございまして、バリューの方は、ああ、こちらね、ゆりイガーさんが、そろそろ、終わりでございますよ、これ。で、今日の日、あ今日の夜中ですかね、明け方までにね、あ今日の違います。23時01分までね、500VA なんで、買おうと思えば入れるでしょう、おそらく。うわ。ああ、うんうん。 十分ですね。買おうと思えばか買えるんだけども、ちょっと単価がね、やっぱ Twitter フォロワー数が4万人ともあれば、結構単価が高いな。で、まあ、とにかく自分が出たものとかね、えーこう、YouTube も多分やってんじゃないかなと思うんですけども、はい。で、あのね、YouTube 話したかな ?YouTube はね、 18歳からじゃないと、キャッシュ、なんだ、広告収入入れられないみたいですよ。で、13歳からできるんだけども、多分あれは親のアカウントでそのまんまやれるやつなの。親の承認が必ず必要なので、えー、そういうのが必要。はい。あと、例のね、えー、まあ広告収入のやつは、ミよ聞いたんですよ。 あの、別に、稼ぐに対して、私はね、あれはいらないと思ってる。あの、別に、なんていうのかな、年齢の対象がうんちゃらかんちゃらっていらないと思ったんですけど、えー、あ、大丈夫ですね。えー、えー、っとですね、こちらあーは、お問い合わせありがとうございます。本体に聞きましたね。 〇〇〇はオリジナル性とクオリティが高いコンテンツをアップするクリエイターを大歓迎です。年齢は問いません。一日も早く優秀なクリエイターになっていただきますよう心から願っています。あのー、これは本当に本気でやれば、あまあ、どうなんだろうな。普通のサラリーマンの月収ぐらい行けますからね。うん、本気でやればね。私は本当にね、おバカさんなんで、すぐ飽きちゃうと。 でちょこっとね、結果が出始めたときはやってんだけど、で結果が出,出続けてて、やってても飽きちゃってやんなくなっちゃったとか、で結果が出る、出てても、その単価が下がっちゃったらも、もうしばらく手抜いたりとかしちゃうんですよね。ほんではやっぱりね、えー、いや、いけないなとは思いつつね。 とはいえ、今ね、その、おまあ、サブの方、サブの方、サブ、サブ、サブって言ってる、それに関しては、またね、手こ入れが必要なのかなっていうところで、えー、本当に動画編集ソフトを買うとか、PC を買い、映像用のね、えー、なグラフィックボードですよ、映像なんでね、あのマイニングで使われるグラフィックボードのしっかりした 物をお、がついたね、PCA を買おうかなとか、でも、それを買うのはあれだから、できる限りのあれで、なんとかうまいことやろうかなとかね、いろいろこう、なんていうのかな、仕枠が乱れてるので、まあ、えっ、ー、と、昨日からね、トイレ掃除は始めたわけですよ。今日、昨日はもう朝、あ起きましたら、株一を見るんだけども、まずトイレ掃除。 始めたら、まあ、換気扇はね、まあ、止めといたもんだから動かないし、これ雑談ですね、もう完全にで。換気扇は動かないから、まず換気扇を、ね、動かすところから始めて、で簡単に動いたんですよ。一回換気扇をビスでボードに刺さってるビスを、ね、ちょい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 ってやって外してカポッて取ってであの、広がった歯ブラシの 乾いたやつでシャ,コシャコシャコシャコやったら動き始めてね。で、換気扇は無事に動いたんだけど、今度ダクト、外まで行くダクトがね、まあ、茶色いなんか、ホコリみたいのでいっぱいあったから、それを歯,み歯ブラシの広がったのが、拾、うん、える範囲内でね、えー、ダクトのとこをゴロ,ゴロゴロゴロって内側にゴミを落としてね、で、それをおー、まあ、ダスターで清掃してみたりとか、そういうのをやって、 で、下の方は、下の方で、えまあ、中性洗剤メインで、で、水拭き、で、酸性洗剤、サンポールとかね、ドメストとか、まあ、ああいうものを使わずにね、中性洗剤、水、メインで床、あ便器周り、水から流れる、なんていうの、水が流れる、あそこ、で、なんていうの、ひねる、レバーかな。 レバーもー中性洗剤でね、ガ、えー、ばっとやってで、その後に水拭きですね。もう一度水拭き、もう一度油水,、まあ、水で、ね、水拭きと。まあ、3回ぐらいその後水拭きをして、床も同じくね、ほこりだらけなので、わーっとこう中性洗剤でね、中性洗剤はいらなかったかなと思うんですけども、それでやっぱり2、3回水拭きと。 いうところで、トイレがめっちゃあきれいになったわけですよ。で、尿石っていうのが、どうも尿から、あのー、なんていうのかな、石っていうか、不純物として、石ができちゃうものがあ、尿の成分の中に入ってて、で、それがね、えー、ガチガチ固まってるので、便器の中で。で、それを今度どうしようかなって、で、それの対策は、あ比較的簡単なんですよ。サンポールと、 おあと、少しなんかあな、なんていうのかな、えー、っと、磨くようなね、えーまあ、サンドペーパーではないんだけど、その手前のもっと粗いやつ、なんとかスポンジみたいな感じで、のもので、それは剥がれるみたいなんで、サンポールを塗ってあげてで、それでゴシ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 やってやると剥がれるようなんで、もうそれはね、課金してどうこうっていうのは後からやるとして、えー、本日でね、 それをやることによって、超気持ちがすっきりしたわけですよ。で、今度、明日以降,日以降は水回り,回りってことで、えー、私がね、ひげ剃りをやってるあの辺を、いらないものを処分したりとか、あ磨いたりとかね、同じように中性洗剤、鏡とかあるじゃないですか、化粧台っていうのかな、あー風呂の隣接してるアパートにね、 えー、風呂のおな手前のお部屋ってそういうやつあ,るありますよね、化粧台みたいなで、あれをせ清掃したりとか、いらないものとかね、切れないカミソリとかあ、ちゃんとお処理をして、えー、やっていこうかなと思いながらね。で、狭いところから徐々に。で、大掛かりのものを、で、相互やってたらあ、今日なんかメルカリで物が売れてまして、で、それをお。 配送作業をしたりとかあーで別になんか Yahoo のポイントで無料で、ね、もらえた下着みたいのが届いてたんで一緒に取りに行ってみたりとかまあまあ木の流れが良くなってきたんじゃないかなと思いつつねやってますよだからトイレ掃除が必要か否かっていうのはなかなか難しいんですけども 確かに木の流れが悪くなってたんじゃないかなっていうところで、メルカリでね、物を売れちゃったわけですから。あそう考えてね、本、ま、当、あ、ついてる日だなっていうところで、えー、本当にいいですね、えー。今日もいい日でした。ねえー、昨日か。まあ、寝て一日で見ると今日ですよね。はい、っていうところで、えーまあ、本当に面白かった一日ですね。 で、ぼうちゃんはですね、まだ私は変えてないです、これ。どうしよう。めっちゃ上がってんだけど。でも、12時にならないと解禁されないからね、ぼちゃん。多分ここの410で、えー、っとね、5とか差してる。ですけど、も410までは下がってこないでしょ。当分ね。うん。はい。いやー、まあ、本当にね。まあ、そんなこんなでね。多分まあ、 あ、気の流れが良くないんだと思うんですよ、今。うん。きっとね、うまくいってない時ってのは。だからそこを、ちゃんとね、えー、踏まえながらね、やっていきます。はい。おうちゃん、一個買いたいんだけどな。と、刺してみようね。一応ね。えー、っと、これね、ポーちゃん。で、合差してるから、一個買い取ってくんないかな。で、今ね、見てるとこで、 えー、刺しますね、これ。王ちゃんを刺すのには、で、いや、あのね、この方は、あれよ、あのー、オフ会をね、してくださるってことで、いや、なんだ、また間違えちゃって、オッチリストね。えー、で、これで刺しておきます。今もしかしたら起きてて、気づいてこう、さっとね、えー、買ってくれれば、あの値段で同じ値段でいいので、 えー、あそこで刺しておきましょう。で今の価格の倍かなあ。で、まあ申し訳ないけど、1だけね、えー、買うっていうところで、これで、えっと、購入しておきます。えーまあ、これぐらいだったら買えると思うんでね。これで気づいてくだされば、あ買えると。本当申し訳ない。5とかね、10とか、あー 欲しいんだけど今気づいてくれれば多分売ってくださると思うんですよ。うん、で今、ほんとたった15秒ぐらい前に見てるので今、バリをね見てる可能性が非常に高い。で一回下のね単価のものを消して、えー、で、貝を入れてみました。多分、うんとえー 買えるんじゃないかなと思いながらね、このまま動画を終了します。はい。あのー、皆様もですね、これ、バリューやる際にはあ、言ってください。DM ください。えー、盛り上げるために、えー、っと、まあまあ、宣伝も全然するし、えー、あとは買ってちょって言うんであれば、全然買いますから、あお金、えー、ないとか言いながらね、準備して、やっぱりそこはね、 えー、まあ面白いんで、バリュー界隈をやっぱこう盛り上げたいっていうところもあるんで、言ってください。うん。こそっとね、えー、しっかりとあの先行抽選の板を盛り上げますんで、はい。よろしくどうぞお願いしますっていうところで、えー、切ります。で、あれだわあか。株のお話になるんですけども、元宝先生、えー、昔はですね、パズドラでね、3、4年前かな、もっと前かな、あにぎわった元宝先生ですよ。 お孫正義氏の弟分、本当の弟です。えー、孫泰蔵さんが社長を務める元宝、ねえー。こちらがあ、どうやらポケモン GO のね、えー、妖怪ウォッチバージョン。こちらが実装されてるというところでの、お今実装されてからのポケモン GO はね、えーと、2年とちょうど2ヶ月ぐらい経ったんですけども、 あのー、実装され、えー、ました。ね。妖怪ウォッチワールドかなあ。っていうのが、元宝から実装されましたので、まあ、こちらはですね、しっかりと元と昨日ね、少し買っときました。えー、少し買っといたので、まあ、これが短期的に動いて、あと長期的なものにちょっと振りたいのが今日は上がっちゃったんですよね。 振ろうと思ってたのは上がっちゃったのがあるんで、そっちに振りたいなとか思ってるんだけど、ドカーンね、ちょはと短期的に急騰を狙ってます。正直ね。正直狙ってます。なので、えー、まあ、あれが上がってくれればいいなっていうところで、えー、お開きにします。明るいニュースも、ね、しっかりね、BTC 下がっちゃった、参っちゃったっていうのも、リップロも下がっちゃった、参っちゃったでも面白くないので、やっぱり下がったら上げて、上げては下げ,下げてと。 そういう話題作りでね、えー、うまいこと盛り上がってね、動画を盛り上げていきたいと思いますので、えー、ちょいちょい聞いていただけると嬉しいですも。もしね、動画の方の内容が良ければグッドマーク、バットはいらない、えー、グッドマーク欲しいです。で、えー、チャンネル登録をね、 えーまあ、気まぐれで聞いてくださった方は、よろしくどうぞお願いします。というところで、終わりにします。暗号通貨はもう終わってないです。はい、で株もね、えー、もう今、2万4000、日経ね、えー、その辺まで上がってきてます。で年末に向けて、ひょっとしたら2万5000は普通に、ね、いくんじゃないかなというところを見てて、6000、えー、まあ、7000というところも、下手すれば、あバブルの災害、再来か。 言い間違いですね、えー。っていうところも、ひょっとしたら来年以降、まあ、今年の、ね、年末は高値行くっていうのはみんな言ってるんですよ。うん、年末はね。えー、来年以降は正直わかんないんだけども、えー、のーひょっとしたらはありますよね、えー。日本株って割安割安って言われてて、世界の株の中でもとてもそう言われてるんでね。えーまあ、そのバブルの再来っていうところで3万 7000とかね、8000とか、3万9800円でしたっけ、えー、1989年の12月27とかね、あねあの値段見ていただければ見えると思うんですけども、おその辺を動くんじゃないかなとかね、勝手に。えーまあ、ただね、日本の技術ってすごいんで、で割安で、えーまあ、世界の投資家がね、7割が海外の投資家ですから、 あこの方々が動いてくださればね、バンバカバンバカまだ上がるところもあるでしょう。で、場所によっては本当、AI とかド,ドローンとかあ、そういう関連でね、えー、AI ド、ドローン、ロボットか、あまあ、その辺の関連、まだまだね、物色されると思いますんで、えー、どうなっていくのか分かんないんだけども、私はこの日本株に対しては、あ非常にいい、まあ、楽観してますよね、負けてますけどね。うん いやー、ま、ほんにね、テリロジーにしても、ほんといい動きしてるときに、乗らないでね、超安いときに売っちゃって、えー、そっから売ったところから、あ4倍、5倍かな ?4 倍、4倍は行ってるんですよ。うん、4倍は行ってる。400円台で捨てちゃって、400円台だと思ったんだよなー。で、ガンガイって今、1000、なんぼ ?600 とかね、700とか、そういう銘柄もありますから、 まあまあ本当にね、えー、こんな感じでね、えー、必ずケンタッキーおじさんぐらいな感じ、えー、な年代にはね、えー、バリッとしたいと思います。死ぬまでにはね、えー、バリッとしたところを見せられるんじゃないかなと思ってます。気長にね、見ていただければ嬉しいです。それでは、バイバイ。